エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はコピックで目をきれいに塗るコツを紹介したいと思います。100均などのイラストマーカーにも応用できるので、よかったら参考にしてみてください。この線画のデータは動画の説明欄で配布していますので、色塗りの練習や塗り絵で遊びたい人はよかったら使ってください。目を塗るときは肌のときと同じように、最初に使う色を決めて薄い色から塗っていきます。色は好きな色を選んで OK です。目の描き方は人それぞれなので何色も使ってカラフルにしてもいいですし、好きな絵を参考にしてもいいと思います。私は瞳を3から4色で塗ることが多いです。今回は青い瞳にしたいので青系の色の中からベースの薄い色、中間色、濃い色の3色を選びます。いらない紙に試し塗りしていい感じの組み合わせを探すのですが、スマホがあればコピックコレクションというアプリを使うと色選びが楽になります。自分の持っているコピックを登録しておけばこんな風に色の系統別に確認できて便利です。使う色が決まったら塗る準備完了です。目の塗り方のコツですが、目は小さくてはみ出しやすいのでペンを立てて筆先で少しずつ塗るようにします。筆ではなくブロードニブを使う場合は角の尖ったところで塗ると細い線が引けます。1、ベースの薄い色を瞳に塗る。まず全体にベースの色を塗ります。瞳の白く光っている部分はなるべく避けて塗りますが、難しい時は後から白ペンで描くので塗りつぶしても大丈夫です。2、濃い色を瞳の上に塗る。まずは上半分を三日月のように塗って中央に丸い瞳孔を描きます。細かいので慎重にペンを動かしますが、ゆっくり塗りすぎるとにじんで線からはみ出すことがあるので気をつけましょう。はみ出たところは0番で塗ると目立たなくなりますが、やりすぎると瞳の中に0番が染み込んで変になるので注意してください。3、中間色を塗る。まず先ほど塗った濃い色の下に中間色を塗ります。濃い色の端に少し重ねるような感じで塗ります。インクが乾く前に紫を瞳孔の周りに塗ります。こちらは失敗例です。重ね塗りしすぎて瞳から色がはみ出したり、インクが乾いた後に重ね塗りして線ができています。4、まつげを塗る。まつげは黒色か髪色に近い暗い色で塗ります。今回は髪色に合わせて濃い色と薄い色を使います。最初に薄い色で目頭と目尻を塗ります。その間を濃い色で塗ります。ただ小さい絵だとはみ出しやすいので、塗るのが難しい時は無理にコピックを使わずに線画に使ったペンや色鉛筆で塗ってもいいと思います。最近は目頭と目尻の色が薄いのが流行っているようなので、まつげを線画のペンなどで塗る場合も目頭と目尻は密度を薄くするといいかもしれません。5、瞳の交際などを書き込む。瞳の交際などの細かい部分はコピックだと書きにくいので、色鉛筆やマルチライナーのようなコピックがにじまないペンを使うと書きやすいです。普通のペンは上からコピックで塗るとにじむことがあるので注意してください。シンプルな絵柄の場合は交際は書かなくても大丈夫です。6、暗いところを濃い色で塗る。瞳の上の方や瞳孔など暗くなりそうなところに濃い色を重ね塗りしていきます。7、ハイライトを塗る。ユニボールシグノの白ペンでハイライトを描きます。左右反転させたような描き方は不自然になるので両目とも同じようにハイライトを描きます。ハイライトの描き方は本当に人それぞれなので、まだ目の描き方が決まっていない人は好きな絵を参考にすると楽しく描けると思います。1、白目の影を塗る。薄いグレーで白目の影を塗ります。影の形はまぶたに沿って三日月みたいにしたり、眼球の上半分を影にしたり、くっきり塗ったりぼかしたり、いろいろ塗り方があります。絵柄や絵の雰囲気に合わせて調整しましょう。影を塗りすぎたので0番で薄くします。今回はハイライトの後に白目の影を塗りましたが、ハイライトを最後に塗っても良いです。目の色塗り完成。どうでしょうか。目の色塗りを練習したい人のために目だけを並べた塗り絵を作りましたので、動画の説明欄からダウンロード印刷して使ってみてください。エモエモ。
ということで、今回は目の塗り方について解説してみました。目は小さくて塗りにくいので、ペンを立てて細かく塗るようにしたり、コピックで塗りにくいところは色鉛筆やマルチライナー、白ペンを使うと綺麗に塗れると思いますので、よかったら参考にしてみてください。目の描き方、塗り方は人それぞれなので、ぜひ自分だけの素敵な瞳の塗り方を見つけてみてください。次回は髪や服の塗り方の動画をアップしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が参考になったよという方は高評価ボタンを押してもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。この動画で使用した線画のデータや画材のリンクは動画の説明欄に書いておきます。ご視聴ありがとうございました。